キティ楽園チャンネル関西で活動するインディーズバンドキティ楽園。今日はね、これアクアリウム京セラドーム大阪ですね。これ行ってみたいと思います。撮影 OK って書いてくれてるので、堂々とねちょっと撮ってみたいと思います。に入ってみたいと思います。最初ね、顔看板がありますね。顔看板。イエイイエイが映ってる。新人場ですね、これ。他にもね、金魚の展示があるんで行ってみましょうか。レモンワーキン、レモンワーキンですよね。でほら、これがね、いわゆるデメキンってやつだね。これなんかね、ふわふわして可愛くないですか。浜松オランダみたいな。浜松オランダっていうのね、これね。これ単調。なんかね、赤と白でね、いいじゃないですか。これ金魚は可愛いけど、あんたは可愛くない。可愛くない、うるさいわね、もう。もう可愛くないとこだるま。うわ、癒される。見るだけでも癒される。まだら模様ってことだね。金魚取らない。金魚取ってあんたの顔取りません。これね、すごいいいな。上の方にもね、なんか溜まってます。すごい癒される。癒されませんか。どっちが癒される。金魚に決まってるやろ。じゃあね、お隣、はい、ブロードテール隆起ですね。美しい。もう私、あんたを取らないで金魚を取ってんだからね。これね、たまにあんた取らないとね、船るからね。マナラ模様が美しい。手ぶれがすごい。うるさいわね。マジで怒らんといて。注文多いんだから。じゃあ自分でやる、はい、やるよ。ホテルが桜にしこれね、ほら美しいリムの顔と金魚の美しいコラボ、どうですか。コラボ知らん。切れてるの、またあんたが変なこと言うからよ。玉サバ流儀、スタンダードなあの金魚ですけど、これね、ふわーっとしたね、お腹がね、なんと前らしくてね。ちょっと待って。え？ライト出すわ。
これがね、浜錦ですね。もう撮りました、これは。いっぱい撮りました。で、これがピンポンパーク。まるのね、これね、ほら、まんまるの体なんだけど、一生懸命親鳥でしょ。綺麗ですな。あずま錦。あずま錦と龍眼あずま錦。このお目目が可愛くないですかね。あんた映ろうとしても映らないわよ。これだけの映像を見ても誰も吉野の姉じゃないやん。編集しにくいですよね。じゃあちょっと映してちょっとだけ。次これですね。これはジャンボオランダ。アズマニシキ、ウンキン、リムさんの独自な解説をどうぞ。真っ暗、とにかく真っ黒でも。ほら、アクアリウムだから仕方ないじゃない。どうぞ。うわ、これね、すごい金色のメダカだね。まばゆい光が何とも言えない、ね、なかなかね、美しかったですね。ただ今日で最終日みたいです。で、まあ、また来年もやるのかどうかわかんないですけど、また来年やってたら来たいですね。アクアリウムです。ご視聴ありがとうございました。 Thank you。 チャンネル登録お願いします。